言わせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、まだまだお騒がせいたします。皆様の心の箸休め、破天荒でございます。今回の破天荒はネズミの相撲、昔話をテーマに踊ります。あまり裕福でないおじい様の家に住む細っちょネズミと、長者の家に住む太っちょネズミが相撲を取っておりました。何度やっても細っちょネズミは全戦全敗。それを見ていたおじい様は悔しくて、細っちょネズミを手助けすることに。果たして細っちょネズミは勝つことができるのでしょうか。それではネズミの相撲、始まり始まり。金賞、本当にありがとうございます。全員目いっぱい楽しんでおらさせていただきますので、どうもよろしくお願いいたします。様は細っちょネズミが気の毒と、まん丸お餅をプレゼント。お餅をもらった細っちょネズミ、嬉しさのあまりついつい踊りさせてしまうのでありました。元気いっぱい太ったネズミを待ってろよ。体鍛えてもう一点、ボーロシッまずは足腰のトレーニングから。決戦の土俵へ。さあ、いよいよ結びの大一番、太っちょ山と細っちょ海の対戦です。ここまでは太っちょ山が黒星なしの連勝ですが、細っちょ海もここのところめきめきと力をつけていますので、いい勝負が見れるのではないでしょうか。注目の一戦です。細っちょ勝つか、太っちょ勝つか、はけ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 んか。歴史に残る名勝負、お互いの決闘を与え合い、二人は大の仲良し。その後は来る日も来る日も相撲を取ったり踊ったり楽しく過ごしました。Thank you.
さあちょっとね、あのお話聞いてみたいと思います。あの今一番前に駆け出したあの子聞いてみたいんで、ちょっと前の方に来てもらえますか。はい、皆さんもね、はい、どうぞ。はい、お越しください。はい、今一番前にボーッと走ってきましたね。こんばんは。お名前教えてください。お名前教えてください。アイナちゃん何歳ですか？5歳。おっちゃん44歳。それ言わなくてもいいんですけどね。はい、優勝したんだよ。なんだと思ったっすか？やったー。無理やりじゃないですか？無理やりですよ。操りに行きましたね。怖いよね。ごめんなさいね。私がなんか怖いおじさんのイメージ植え付けられてしまったじゃないですか。はい、ねえ、放送席、放送席、こちらに太っちゃそう太っちゃ山さんがいらっしゃいますけども、ね、踊り終わってどうでしたか？気持ちよかったです。はい、ね、はい、よかったです ね、 ね、来年はちょっと細っちょを目指しましょうね。無理ちょっと厳しいかな。せめて細マッチョぐらいでいきたいなということ で、 でもう一人聞いてみましょうかね。はい、なんか聞いてみたい、ね、インタビューさせっていう方いらっしゃいます？いらっしゃいませ、ね、はい、じゃあ一番横向いてたこの方ねえ、金賞受賞して踊り終えた今の気持ち聞かせてください。まさか取れると思ってなかったんでめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいですと言っていただきました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます、はい、いろんな小道具もね、そう、登場いたしました。していただきまして、はい、ありがとうございました。はい、本当にね、おめでとうございます。また来年もね、はい、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、電光の皆さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。